こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンは続けるほど稼ぎやすくなります。というお話でね。以前このアマゾン強いアカウント育成5ステップという動画とこの記事を作ったんですけど、ちょっとね、私の言わんとすることがなかなか伝わってない場合があるんで、さらに補足の動画です。まず、初めに商品を送った段階だと、 ライバルがいる商品の場合ね、ライバルがよっぽど弱いとか、タイミングが良くないとなかなか売れないです。だからね、初めに送った商品はそれほど売れないと。ライバルより安くしないとカートが取れない。だから売れないと。でカートを取る値段まで下げるとね、ライバルと同じ金額だと取れない。えー、ライバルが強い場合には、ライバルより10%安くしても取れないということもあります。 そうなるとね、値段はどん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 落っこっていっちゃうんで、あっという間に赤字の価格まで下がると。だから、はじめの段階は、まず、ライバルが手薄な商品、自分でも売れる商品、赤字にならない商品を探すというのが、第一のステップになります。で次にね、仮免取得、初心者、マーク、普通免許、いろいろあるんですけど、これ実際ポイント制なんでね、そのラベルが貼ってあるわけじゃないんですけど、 要は、ライバルとの相対関係で、ね、ライバルに負けっぱなしの初めのうちはね、もうなかなかカート取れないと。カート取れないからなかなか売れないってことになってます。まあ、ただ、そういった中でも、ね、な何とか赤字にならずに売れる商品とか手薄な商品を売ってると、まあ、どんどん、ね、ステップアップしていって、まあ、普通免許というの段階になると、ライバルと同じ価格ならほとんどカートが取れるというような状態になってきます。 でさらに、ゴールド免許と、ね、呼んでいる部分は、ライバルより高くてもほとんどカードが取れると。まあ、こうなってくるとね、初めの段階だと全然売れない赤字になってた商品、もう一回やってみたらね、全然普通に稼げるじゃんというふうになります。逆に言うと、まあ、初めの段階でね、いきなり儲けようとかプラスにしようと、ね、送った分全部回収しようというのはもう無理です。逆にね、それを目指してやってても全然先へ進みません。まあ、これね、ちょっとね、 え、誤解してるって、うまく理解できてない会員さんが、まあ、あの、いらっしゃるんで、まあ、補足の動画でしたけど、まあ、はじめはね、もう赤字でもしょうがないということで、取引件数を重ねてください。その中で儲かる商品見つかってね、それでもうかるようになってきます。でとりあえず、早い段階でね、このね、普通免許の段階までいかないと、 まあ、いい商品見つけてもね、カタログないなって言ったとき、カタログ作っても売れませんし、あるいはね、せっかくいい商品見つけてもね、強いライバルがいる商品ばっかでね、売れないということになってきますけど、取引件数を重ねていくと、まあ、逆にね、ほとんどの商品はもう同じ価格ならカート取れるっていう状態になりますし、まあ、逆にね、新規参入者が出てきたとしても、えー、自分の方が高くてもカート取れるんで負けないという状態になるんでね、まあ、そうなってくると、まあ、アマゾン室も非常に楽しくなる。 始めの段階だとね、これ自力でね、ステップ1からね、ステップ3までの間塗り切るななかなか大変なんで、もう本当にね、えー、これで大丈夫なのかなと、多少疑問を持っても、せいぜいね、半年の辛抱なんで、えー、アドバイス通りすぐに実行してもらうことをお勧めします。まあ、逆に、ね、長いことやってるけど儲かりませんっていう場合はね、えー どれぐらいの金額で、ね、カート取れるか、同じ金額にしても負けるケースが多いなら、まだこれ普通免許になってないんでね、えー、もういそのこと、まあ、個別サポートにアップして、えー、言う通りの商品を、ね、言う通りに売ってもらうのが一番のおすすめです。a m a z o n s u ー、p o r t 堀秀夫でした。